名古屋鉄道デボ650系電車。名古屋鉄道デボ650系電車。名古屋鉄道デボ650型電車は、現、名古屋鉄道、名鉄の前身事業者である旧、名古屋鉄道が、1926年、大正15年より導入した、電車、制御電動車でる。デボ650系、以下、本形式は、旧、名古屋鉄道の前身事業者である。 名古屋電気鉄道当時から増備が続けられた1500系の後継形式に相当し、同形式の最終増備グループである1519から1525、後のデボ600系の主要設計をほぼ踏襲して申請された。ただし、本形式においては、主電動機に国産品が採用されたほか、装着する台車など細部の使用は異なる。また本形式は、 名古屋電気鉄道当時に制定された四輪、単車構造の車両を五百番台、二軸ボギー構造の車両を千五百番台と区分する、車両番号付与基準によらず、個別の形式称号が付与された最初の車両形式である。本形式は九百二十六年、大正十五年から翌九百二十七年、昭和二年にかけて、デボ六百五十一、デボ六百六十五の、 1> 計1 5両が名古屋電車製作所において申請された。なお、1927年昭和2年4月に落成した本形式の後継形式であるデセホ700型は丸屋根シングルルーフ構造の反抗性車体を旧名古屋鉄道の保有車両として初めて採用し、以降の申請車両も反抗性車体に移行した。そのため本形式は旧 名古屋鉄道における最後の二重屋根、ダブルルーフ構造の木造車体を備える、新製車両となった。本形式を由来とする、車両群は、現、名鉄成立後に過半数の車両が、電装解除による制御車化改造を施行され、さらに本形式とほぼ同一の木造車体を備える、区2100系、初代2101を編入し、最終的にも650系、 国2230系の2形式に区分された末、1967年、昭和41年まで運用された。1500系1519から1525と、ほぼ同一の屋根部をダブルルーフ構造とした、全長14メートル級の木造車体を備える。ただし、 1519から1525の全長が 14,935mm であったのに対して、本形式は全長 14,961mm とわずかに異なる。運転台を前後つま面に設けた両運転台構造とし、つま面は大きな円弧を描く、丸つま形状で3枚の前面窓を均等配置し、 つまめんには連結器取付座を兼ねた大枠端量が露出する。側面に3箇所設けられた客用扉は両端部の扉が両階構造の引き扉で中央部の扉のみ片開け構造の引き扉であり、両端扉の車体中央側戸袋を楕円形の戸袋窓丸窓とし、側面窓配置は 1D5T5ED1D 客用扉 E 丸窓である。 主要機器は、おおむね1500系1519から1525の使用を踏襲し、制御装置は、イングリッシュエレクトリック社の前身事業者の一つで、あるが開発した、デッカーシステムと、通称される電動カム軸式動加速制御機を採用した。ただし、主電動機について、前述の通り国産品に変更され、東洋電気製造が、EE 社の国内製造ライセンスを得て製造した。 TDK-516A 直流直巻電動機を採用、1両あたり4機搭載した。TDK-516A は、当初定格出力を 70PS と交渉したが、後年交渉出力を 85PS に改めている。台車は、住友製鋼所、後の住友金属工業 ST-27、蛍光組み立て形釣り合い量式台車を着する。 制動装置は、ウェスティングハウスウェアブレーキ製の SME 非常直通ブレーキで、1 5 0 0千1 5 1 9から1525と同一である。終電装置は、トロリーポールを屋根状に前後各1機、菱形パンタグラフを屋根状中央部に1機、併設して搭載した。導入後は、軍部線と総称される、各路線において運用された。百二十八年、 昭和3年には犬山車庫の火災によって車体を消失したデボ 400K405 が復旧に際して本形式と同一の車体を新生しデボ65万666と形式称号及び記号番号を改め本形式へ編入されている。このデボ666は1935年昭和10年6月24日に 前日の豪雨により垂れ下がっていた、起電線に接触、発火により再び車体を消失したため、現、名古屋鉄道、名鉄成立後となる1939年、昭和14年に、自社新川工場において、車体を、申請し復旧、も6 7 0系6 7 1と別形式に、区分された。この際された車体は、屋根部構造が、原型のダブルルーフから、 シングルルーフ、丸屋根へ改められたほか、トブクロブの丸窓は省略された。旧名古屋鉄道の後ろ身である明機鉄道と愛知、電気鉄道の対等合併による、現、明鉄成立後、1941年、昭和16年2月に実施された、形式称号改定に際しては、レボ650型はも650系651から665。 車両番号はそのままに、形式称号のみを改めた。また、形式称号改定と前後して、両階構造であった両端部の客用扉を、中央部の客用扉と同じく片開け構造に、改造したが、もう600系、初代、旧デボ600系とは異なり飛ぶクロブの丸窓は、戦後まで損置された。1941年、 昭和16年8月には、自社新川工場において制御車、区2100系、初代2101が申請された。区2101は、名鉄手持ちの大枠を活用しても670、型と同一構造の木造シングルルーフ車体を申請しもので、側面窓配置は、トブクログ丸窓を省略した 1D5D5D1。 台車はも650型と同一の ST-27 を装着した。1942年、昭和17年10月に、も658も665の8両を、対象に、電装解除による制御車化改造が施行され、改造後の8両は空2230系2231から2238と、形式称号を呼び、記号番号を改めた。 太平洋戦争終戦後の1948年、昭和23年5月に、河川電圧が600ボルト規格であった旧、名古屋鉄道、明機鉄道に由来する、西武線に属する各路線のうち、現在の犬山線、津島線及び、名古屋本線の一部相当する区間の河川電圧1500ボルト昇圧が実施された。この河川電圧昇圧に際して、区2230系及び、 国2 1 0 0系、初代は全車とも昇圧対応工事を施行の上で、運転台機器を撤去して 1500V 路線区用の、付随車へ改造され、SA2230 型と、形式称号及び、記号番号を改めた。この際、国100系、初代2101は SA2239 と、記号番号を改めて SA2230 型へ、編入された。また、 同年には s 2 2 3 4が火災により、車体を消失、s 2 2 3 9と同一構造の木造シングルルーフ車体を申請し復旧された。1950年、昭和25年から1955年、昭和30年にかけて、s 2 2 3 0型は全車とも再び運転台機器を設置し、 制御者区2230系2231から2239と形式称号を呼び記号番号を改めた。その際、区2231区2237区2239の8両を600ボルト路線区へ転用し、区2238のみ1 5 0 0ボルト路線区用の制御者として運用された。一方、 も五6 5 0百6 5 1から657、及びも6 7 0百6 7 1は、前日の昇圧に際しては、河川電圧 600V 規格のまま損置された、四川区用へ転用され、小牧線、広見線など主に、犬山地区の四川区において運用された。その後、木造車の車体更新車である3700系の造備に際して、 区 2230K2235 から2239が 3700K、区2700が対使用機器を供出するため1958年、昭和33年3月から同年5月にかけて順次廃車となり、翌1959年、昭和34年7月には区2234も同様の理由により廃車となった。残る 区2231区2233については、瀬戸線へ転属し、後に北山工場において外反に後半を貼り付けて補強する簡易交代化づくりが施行された。も650型、も670型は晩年犬山地区に集約されたが、同地区の各し線区の河川電圧1500ボルト、昇圧工事進捗に伴って廃車が開始された。 1964年、昭和39年10月の小牧線昭圧に、先立って、同年3月にも653が、同年6月にも656が、相次いで廃車となり、翌1965年、昭和40年3月に、同地区において最後まで河川電圧600、ボルト規格で損置された、広見線、八王津線の昭圧が完成したことに伴って、 同年5月10日付でも651も654も655も657及びも670計671が廃車となった。も652のみは1965年昭和40年4月18日付でセット線へ転属したが、同社も転属から約4ヶ月後の同年8月24日付で除籍され、 も650系及びも670型は形式消滅した。また、最後まで残存した区2230系2231から2233についても、木造車等タの方針から、本線系統より瀬戸線へ転属した反抗性車体の各形式に代替されることとなった。区2233が1965年、 昭和40年11月22日付で、国1232が、同年12月10日付で、国1231が、翌1966年、昭和41年2月17日付で、それぞれ除籍され、名古屋鉄道でも650型として導入された、車両群は、廃となった。廃車後も系、も650経営、国1230型が装着した。 ST-27 台車は 3700K、9700型などに転用されたほか、9231の台車、主要機器がも 3100K3101 を、伝送解除した制御車、9100K、2台2101へ、も百652の主電動機など一部発生品がも、900K901、2台へそれぞれ転用された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。